どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルポイント購入 60% 増量キャンペーンが来ておりますので、こちらをですね解説していきたいというふうに思います。またですね、新規開業ホテルがですね予約開始というふうになっておりますので、こちらもですね簡単にですね解説していきたいというふうに思います。それではですね、今回のマリオットボンボイホテルのポイント購入 60% 増量キャンペーンということで、今回に関しては 60% 増量ということで、前回ですね2020年9月に来たキャンペーンでは50% ということで、その前はね 60% って言った感じになっておりまして、またね今回 60% が返ってきたって言った感じになっております。でですね、キャンペーンの概要なんですけども、幸せになれるお気に入りの場所へということで、ポイント購入すると 60% 増量キャンペーンという風になっております。でですね、期間については2020年の11月の19日から2020年の11月の26日、こちら日本時間の午後1時59分までっていう風になっております。でですね、増量分に関してはポイント購入の 60% 増量という風になっておりまして、最低購入ポイントに関しては2000ポイントという風になっておりますんで、2000ポイント以上購入しないとですね、こちらの 60% は受けられないっていった形になっております。でですね、ポイント購入の上限に関しては15万ポイントまでという風になっておりまして、ポイント購入のね処理完了期間っていうのはですね、ポイント購入後最大7営業日っていう風になっております。でですね、ボーナスポイントの付与時期については、購入後48時間以内にね付与されるっていった形になっております。それではまずね、マリオットボンボイホテルポイントを購入するにはですね、マリオットボンボイのアカウントを作成して1年後からっていう風になっております。またね、宿泊履歴がある方に関しては反映されてから30日後からっていう風になっております。この点はですね注意していただきたいなっていう風に思います。もしねアカウント保有されてない方で、今後ねマリオットボンボイホテルにね泊まっていきたいっていう方はですね、アカウントだけでもですね作成ねしておくようにしていただけたらなっていうふうに思います。またですね、マリオットボンボイホテルのアカウント作成自体もですね、2020年11月現在ですねキャンペーンが行われておりまして、マリオットボンボイホテルのアカウント作成後ですね、2021年の3月30日までに2滞在ねするとですね、2万5000円分の無料宿泊特典がねもらえるっていったキャンペーンも行われておりますんで、公式サイトもですねこちらの動画の概要欄にね載せておきますので、もしねアカウント作成する際はですね、こちらのキャンペーンねぜひ狙ってみていただきたいなというふうに思います。またね、 SPG アメックスクレジットカードをですね発行検討されている方もですね、 SPG アメックスね発行する際にですね、こちらのマリオットボンボイのねアカウントっていうのは必要っていうふうになっておりますんで、こちらのキャンペーンもですね狙ってみていただきたいなというふうに思っております。でですね、マリオットボンボイホテルのポイントを購入する際にですね、 SPG アメックスね利用するとボーナスポイントがねつくかどうかっていう話をですね結構聞かれるわけなんですけども、こちらね残念ながらマリオットボンボイホテルのポイントに関してですね、 SPG アメックスで決済した場合でもですね、ボーナスポイントはねもらえないっていった形になりますんで、通常のねポイント付与っていった形になりますんで、100円につきね3ポイントがねもらえるっていった形になっております。ですので、マリオットボンボイホテルのねポイントを購入する際にですね、どうしてもですね SPG アメックスをね利用しなきゃいけないみたいなねことはないっていった形になっております。それでですね、今回行われている 60% 増量キャンペーンについてなんですけども、今回のねキャンペーンが買いかどうかっていうのはですね正直難しいところではあります。というのもですね、2020年11月現在ですね GoTo トラベルキャンペーンがね行われているっていう風になりますんで、今現在ですねポイントを購入してポイントで宿泊するっていうのはですね、ちょっとねもったいないかなっていうふうに個人的には思います。またですね、今回の 60% 増量キャンペーンでマリオットボンボイホテルポイントを購入しておいてですね、 GoTo トラベルキャンペーンね終わった後などに利用するっていうのはですね、まあいいのではないのかなっていうふうに思います。それでもですね、やはりポイントを購入するっていうことでお金がかかるっていった行為になりますので、ポイント購入価格をですね緻密にね計算していただいてから購入していただければなっていうふうに思います。
またですね、今回のポイント購入上限に関してなんですけども、マリオットボンボイホテルポイントに関しては基本ね、年間ね5万ポイントまでっていうふうに決まっているわけなんですけども、こちらのね 60% 増量キャンペーン中に関してはですね、最大15万ポイントまで購入することができるっていった形になっております。まあ、ここまでね購入する方はなかなかいないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、購入しようと思えばですね15万ポイントまで購入することができるっていった形になっております。それでは次にですね、実際の購入方法についてね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回ですね最大ポイントでね計算していこうかなというふうに思っておりまして、最大購入ポイントに関しては15万ポイントというふうになっておりますので、 60% ボーナスキャンペーンということですので、15万ポイント購入して 60% のね増量がつくっていった形になりますので、9万ポイントがね付与されるっていった形になります。ですので15万ポイントを購入すると合計でね24万ポイントがね獲得できるっていった形になっております。こちらね価格に関しては1875ドルということで、この動画を撮影させていただいているのが2020年の11月の19日というふうになっておりまして、もうね日付が変わって11月のね20日になっているわけなんですけども、先ほどねドル円を調べたところ1ドルね104円っていった形になりますんで、これでね計算していくとですね19万5千円っていった形になりますんで、24万ポイントを19万5千円でね購入するっていった形になっております。でですね、購入に関してですね1ポイントね 0.81 円でね購入できたっていった形になりますんで、マリオットボムホテル1ポイント1円以上でですね利用できれば計算的にはですねお得に利用できたっていった形になっております。でですね、マリオットボンボイホテルポイントの購入に関してはですね外貨建てっていう風にねなるわけで、為替のね影響が受けるっていった形になりますんで、先ほどね解説した価格に関してはですねある程度ね前後するかなっていう風に思います。またですね、クレジットカードで決済するわけなんですけども、クレジットカードのね手数料がね 1.5% から 2% ぐらいねかかってくるかなっていうふうに思いますので、この点をね覚えておくようにしていただけたらなっていうふうに思います。仮にですね手数料が 2% だったとするとですね、1ポイント 0.81 円だったわけなんですけども、こちらね 2% を考慮すると1ポイントあたりですね 0.828 円でね購入したっていった形になっております。いずれにしてもですね1ポイント1円でね利用できればお得にね利用できるかなっていった形になっております。でですね、マリオットボンボイホテルのポイントを購入する際に関してなんですけども、ポイントサイトをね経由するとキャッシュバックはね受けられるっていった形になっておりまして、マリオットボンボイのねポイントに関してはですね、アメリカのキャッシュバックサイトトップキャッシュバックっていうのはですねあるわけなんですけども、こちらを経由するとですね 2.5% のですねキャッシュバック受け取ることができるっていった形になっております。ですので先ほどねクレジットカードの手数料で 2% ぐらいねかかるかなっていう話をさせていただいたわけなんですけども、こちらを通せばですねこのクレジットカードのね実際手数料に関してはカバーできるかなっていった形になっております。でですね、このトップキャッシュバックの利用方法はですねとても簡単っていう風になっておりまして、概要欄に公式サイトね載せておきますので、ログインしたらですね右上の検索バーでポイント .com って検索していただくと、ポイント .com っていうところがですね出てくるわけなんですけども、こちらをクリックしていただいて、その次にですねこちらがね出てくるっていった形になりますんで、ゲットキャッシュバックをねクリックしていただいて、そのままね購入していただくと 2% のねキャッシュバックが受けられるっていった形になっております。まあね微々たるものだなというふうに思うわけなんですけども、クレジットカードのね決済手数料ぐらいはですねカバーできるっていった形になりますので、おすすめっていった形になっております。でですね、もしねポイント購入される方であればですね、おすすめしたいホテルがね一つありまして、昨日のね動画でも紹介させていただいたわけなんですけども、11月3日にですね京都に開業したホテルザ三井ラグジュアリーコレクションホテルですね、こちらのホテルに関してですね宿泊されたいっていう方はですね、このホテルね現金決済の料金設定がねとても高いんですよね。昨日の動画ではですね2021年の1月のね話
話をさせていただいておりまして、5万ポイントでね宿泊できるっていった形になっているわけなんですけども、11月12月に関してもですね6万ポイントでね宿泊することができるっていった形になっておりまして、今回のね 60% 増量キャンペーンでこの6万円分のねポイント購入するとですね、だいたい475ドルぐらいねかかるっていった形になっておりまして、日本円でですね49400円っていう風になっておりますんで、クレジットカードのね決済手数料入れたとしてもですね5万円ちょっとでね利用することができるっていった形になりますんで、このねホテル座三井京都ラグジュアリーコレクションホテルに関しては料金設定がね本当に高くて10万円とかねするようなホテルっていった形になりますんで、個人的にはですねこのホテルねポイントで宿泊した方がですねかなりお得に利用できるかなというふうに思いますので、おすすめっていった形になっております。それでは次にですね、大阪にね新しいマリオット系のホテルがですね開業するということで、W ホテル大阪が2020年3月16日にですね開業が発表されてですね、すでにですねマリオットボンボンホテルのウェブサイト、またねアプリで確認することもできるようになってるんですよね。またねこの W ホテルに関しては日本ね初進出のねブランドというふうになっておりまして、私自身はですねニューヨークのタイムズスクエアでこのねW ホテルっていうのはね泊まったことあるわけなんですけども、すごいねおしゃれな作りのねホテルっていった形になっておりまして、バーではねガンガン音楽流れていて、またねフロントの向かいにですね何ですか待合スペースみたいなのありますよね。そこにね DJ ブースとかもあったんですよね。これ結構驚いたわけなんですけども、ニューヨークのね滞在ではですねこの W ホテルねすごい良かったわけなので、これがね日本に開業するということでかなりね楽しみにしてるわけなんですよね。カテゴリーに関してはね6っていった形になっておりますんで、ポイントのね無料宿泊特典で宿泊しようと思った場合ですね、オフピークであれば4万ポイント、スタンダードであれば5万ポイント、ピークであれば6万ポイントでね宿泊できるっていった形になっておりますので、5万ポイントでもですね宿泊することができるっていった形になりますので、 SPG アメックスのね年会費更新時にもらえる無料宿泊特典でもですね利用することができるっていった形になっているんですよね。価格に関してはですね2021年の3月下旬のね土日で検索するとですねこんな感じになっておりまして、だいたい一番安いねところでまあ5万円ぐらいのね客室代っていう風になっておりまして、まあこちらねサービス料とか入ってないので実際にはもうちょっと上がるかなっていう風に思うわけなんですけども、まあこのぐらいでね宿泊できるっていった形になっております。ですのでまあ5万円ぐらいねするホテルであればですね、SPG アメックスのね年会費更新でもらえる特典でもですね十分ね年会費ペイできるかなっていうふうに思いますので、気になる方はですねぜひね予約入れてみていただけたらなっていうふうに思います。私もですね2020年の SPG アメックスのですね年会費更新の特典ねどこで使おうかなと思ってたわけなんですけども、せっかくなのでここでね利用しようかなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボンホテルポイント 60% 増量キャンペーンと新規ホテルについてね解説させていただいたわけなんですけども、2020年11月現在ですね GoTo トラベルキャンペーンね行われているっていった形になりますんで、利用される方に関してはですね細かくね計算していただいて、どっちがね安いかよく見てからね利用してみていただきたいなっていうふうに思います。でですねこの 60% 増量キャンペーンですね、今回ね2020年11月にね来ましたけども、 50% だったり 60% だったりですねここ1年でね結構来ておりますので、今回ね購入できなかったとしてもですねまたね近い将来ね個人的には来るのではないのかなというふうに思いますので、今回のキャンペーンで焦ってね購入するようなことはねしないでいただきたいなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。